はーい、バグってまーす。何バグってるって言うの？階段が消えた。何階段が消えた。あれか、画面チェンジすると消えるやつ。よくあるやつ。階段が、まあいっか、これで。階段はまあ、声だけ参加みたいな。いや、入れてもらっていいっすか？いや、長尾の背後にいる。長尾の背後に立つんじゃねえ、てめえ。てめえ、これどれ、どうしたら前に行くの君は。なんでさ、もうさ、OBS 上でもあなたは陰キャなの？もう、やってらんねえっすわ、もう。この音量バランスですか？やってらんねえっすわ、もう。そうやって、下げよう。後ろにいて、あんたは。あんた。はい、ということで、もう長尾の顔はこれでいいや。このデカさでやっていきたいと思います。はい。画面しまーす。いや、僕のスキンなんですけど、すいません。はい、ちょっとじゃあ、とりあえず。デフォルト。なるほど。ハロハル、23時所属バーチャルライバーの階段ハルです。よろしくお願いします。ハロハル、23時所属ライバー長尾圭です。よろしくお願いします。ハロハル、え ?23 時所属ライバー、源月藤次郎だ。もう名前も忘れた。しかし、はい、旧サーバーにどうやって行くか分かりません。それは分かんない。おーい、有識者。長尾は源月？竹がたくさんありますよ。バンブーが。どこに？あ、いて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 。バンブーしてる。こっちこっちこっち。バンブー？バンブー。バンブー。バンブーダンス。めちゃくちゃに、待って、一回ディスコード入り直すわ。ちょっと待って。うん、めちゃめちゃグイグイしてる。あれどこにいないけど。トゥージローはどこにいるんだい？長尾どこにいるの？燃えてるとこ来たよ。燃えてるところ？燃えてるところ？竹がいっぱい。マイクラへようこそって書いてあるとこ。なるほど。マイクラへようこそって書いてあるところ。なるほど。マイクラへようこそ二人とも。ありがとう。ありがとう。あ、ここだ。ここだ。ここ。あれここじゃない？資材サーバーのとこじゃない ？X167。いや、うるせえ、ちょっと黙れ。Z 待って、ちょっと待って、情報を整理させて、ちょっと。天宮先輩と、ニュイ先輩の村らしいです、ここは。Z 知りたい、Z。ここ、伊豆。Z 教えろ。Z? はい。Z は、200。は？ふさ、やっといたわ。いた。ピン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 モザンビークってつなピンモザンビークってつなレレレあー早く案内してよてかなんか階段お前そんなだったっけどうしたその質素な服はあの一味倒すとねボウガンが手に入るよいやあの浦島太郎なんだって島それが私服っすか階段さんあーこれ違うのこれちょっとスキンがなくて階段のスキン募集してまーす募集してますねご飯ないどうしようしょうがない恵んでやるかねえ待ってねちょっと待って今日はさね長尾が2時3時サーバーを案内してくれるはい3つしょっぱということでじゃあまずはトロッコを持っていますか2人とも持ってるわけないでしょ持ってないなので鉄を取りに行きましょうまずはただダイヤの装備持ってて、鉄も持ってないかお前。いや、持ってるよ、鉄。どこだよ。くれればいいじゃん。いや、でもこれ。くっつけてんじゃねえよ。これ、長尾のだもん。はとりあえず、すごいね。初めて生で見た。すごいでしょいい感じじゃない長尾家のお家だぞ。ハート。長尾家のお家だぞ。あ、それは、キハ先生が作ってくれました。こっち側誰も来ないんだけど。パッと見て家か分かるか分かんないかみたいなやつあるそんなうんそんなん覚えてるわけないじゃない私がちょっといつになったら来んのずっと待ってんだけどはいうるせえな見つかんねんだよはい何これどっから侵入すんのこれが家なのこれ家なの家は家らしく家って書いといてくれるはい家には家って書いてあるよ家がないんだってその家長尾家のお家だぞって書いてあるよこっちだぞどこに看板にいやその長尾家のお家には長尾家が案内すべきだと思うんだけどそれは違う源月俺の家どっちんこっちもしかしてはいこれ長尾家集合なんだあ
はい、ということで今日は藤次郎と二人でやっていこうと思います。お前にすら会えねえんだが、はい、いや多分俺はもうちょっとだよ。よいしょと。いや待って待って、これは死んだことにより早く行けるようになったという、そういう考え方もある。あるし、よいしょ、早く行けるようになった。ゲートの場所覚えてる？やっぱゲートからあそこ、え、これでも多分新サーバーの方に入れた気がする。シルバーフィッシュじゃん、あげるそれ。いらねえいらねえいらねえ、マジでいらねえ。ここにカイダとゲンズキはいないわ。大当たり。死ぬほど気持ち悪い、こいつマジで。シミどこじゃ。よいしょ、まあ、いいや、じゃあ長尾家の前で、よし安全。こいつ、え、ってことはあれ近くにあるんじゃないの、遺跡。え、ここから出てきたよ。あ、どこだよ。待って待って待って、詰まってる詰まってる。あ、死んじゃった。あ、死んじゃったちょっと長尾の画面外で面白いことをしないでください。もう一回戻ろう、もう一回戻ろう。どこ、ここいいのかこれ、本当に初めての虹サバだぞ。あー、何、いやたくさんクリーパーおるから。よいしょ、あーあーい、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 何、なんかさ、上でどこどこやってんだけどな、なんか物騒なこと起きてる上、もしかして。いや、上でも物騒なこと起きてるよ、ゾンビだらけだよ、もう。よいしょ、はい、え、行くの、行く、いや、行かない、行く、行くけど、藤次郎は、え、上にいるよ。あー、また来た、上にいるけど、はい、どこに行ってんの、二人こそ。下、いいぞ、下。あ、鉄あるで。あ、いいね、鉄。そっか、下か。なんか、断末みたいになってるな。断末みたいってる、これ。断末って何？そういうラノベがあって。あ、男女に出会いを求めるのは間違ってる。あ、おる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 。あれか、腕かゆ。ベルクラネルがあそこで戦ってるから、あの、僕はこのベルクラネルが倒したのをこう、回収するっていう。でもそこまで来ると分かんなくなっちゃう、ごめんね。そっかごめんね。オタクのやつも。本当はね、本当は話題についてってあげたいんだけど、そういう。あれ、どこ行った、長尾？あ、いた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 。よく死ななかったね。怖え怖え。奇跡だね。うん、死んでも美味しかったけどね。配信者が。配信者だよ。何、どうしたの？いや、じゃあ何でも何でも。ちょっと怖いなと思って。ちょっと怖い人なの、うん、怖くない、大丈夫だよ。あ、そっかそっか、そうだよな、そうだよな、怖いわけないじゃん。そうだよな、パス投じろじゃん、原付きでちよ。逆に怖いんだよな。すげえ、チュートリアル長い、エロゲより長かったね。エロゲにチュートリアルはねえんだが。チュートリアルっていうか事前ストーリーみたいな。はあ、そこも事前じゃなくてストーリーなんだが。いや、めっストーリーつっとるじゃんかよ。悪かったよ、ごめんね。事前のストーリーよ、あの、その準備をするために大事なところよ。はいはいはい、はい、あれって取れるの？え、わかんないけど、ついてるなら取れんのかなと思う。ケンスケ走る、ケンスケ走る。あー、またか。多いよ、もう。はいはいはい、なんで小声で言ったんだよ。はい、爆発するかなと思って。パンいっぱい入ってる、これ食べていいのかな。え、何あれ、ねえねえ長尾、あれは何、どれ、かわいいな、どれ、あの、あれよあれ、ってこう、あれどこにいんだ、そもそも。これはなんかトロッコでバーンって上に上がれる。いや待って、からん、あ、猫だ、階段にはわかる、かわいい猫だ。これうまく降りればあそこに着地できるはず。猫、え、猫だよねこれ、ここと見た、猫、猫じゃない、クリーパーだ、猫のはず。大丈夫ですか、カイダさん。どこいんのみんな。これジェットコースター使っていいのかな。でもなんかもう多分大丈夫だと思う。なくなったりしないよね、もの。急になんか口こもってるけど、なんかなんかやってたよみんな、結構。うん、とりあえず、お、なにこれ、え、やば、これ楽しい、え、やば、え、マジ？おぉ、いい感じ、楽しそうなんだけど。なんか VR してる人を横から見てる気分。いや、VR してる人の気分だ、これ。うおぉ、あ、いい、うん、すげえ。一発芸やるから、評価して。わかった。え、やば。あー、そんなぁ。え、なになに、違うの？あ、もうやってないじゃん。一発芸やるから押してって言ったじゃん。あ、こっから出てくるんや。すげえ。はい、やばい、これ。いいよ、やって。回転数が。計算が狂う？
向こうから出てきて、ちゃんと向こうから、向こう側から、その後ろ側から、あ、え、あ、なんだろう、え、なんか結構いろんなもの見れる、その逆側から多分登ってくればあれだから、すげえ、はい、あれ、こっからあの時計塔は誰が作る、逆よ、逆、作ったの、その逆、こっち側、こっち、赤いお家側、こっちか、はいはい、あの時計塔は誰が作ったの、なんか階段一人だけ他のとこ行ってるんだな、やばい、はい、どうぞ、いや、ちょっともう楽しさが抑えられねえ、行く、エビ卵、あ、何も聞こえなかった材で落とした、今やば、ここはなんだ、夢の国か、面白かった、夢の国だ、あ、これか、ねえねえ、あの時計は誰が作ったの、あ、すごい時計塔だ、あ、誰だ、すげえな、これもうダメだよ、もう頼りにしちゃダメ、詳しくないらしいから、すげえな、これ、え、何、あ、ニュイさんだって、どこに書いてあるの、誰かが言ってた、コメントの人が言ってた、なるほどね、コメの方が詳しいんだ、どういう状況、今いいな、ライバーより詳しいんだよな、コメの方が詳しいっていう状況になっちゃってるね、あんまねえな、 あとさ、あれ面白かったよ、この前行ったの二次三次ランド、え、行きたい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 、あれってどうやって、二次三次ランド行きたい、え、何これ、え、公園みたい、え、公園、公園だ、塩でしか、塩でしかゆで卵を食べたことなかった人がマヨネーズかけて食べた時の感動に似ている、これはね、これめっちゃ可愛くない、この階段の途中これガラスになってんの超可愛いんだけど、どれ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 、おしゃれさんだ、やば、よっしゃー、春ママお気に入り、ちょっと待って、駅の方向を見てた、あった、駅、待って、待って、これでもこれ落ちたら絶対降りれば止まる、本当に本当にか、本当だな、はい、これか、いやー、あー、ほら嘘ついたじゃんみんな、あー待って、あー、何何何、あ、戻ってきた戻ってきた、何何何、あ、戻ってきた戻ってきた、ただいま、権利大丈夫、これ権利大丈夫、これ権利大丈夫かな、これ、この権利大丈夫、これ権利、権利、権利、大丈夫なのかしら、大丈夫なのかしら、スモールワールド、ちょっとそこで止まれる、止まるんだけど、いや、玉突き事故です、玉突き事故です、玉突いた、待って、ごめんね、やる気はないんだ、東次郎とデートしてっからよ、ちょっとちょっとケイ君、ね、やめてよ、そうだよね、いやそうだった、ごめん、いやー、カイダがいなくなったからさ、何を見せられた、あ、ここなんかあれのとこじゃない、あ、見て、車クリア、これあれだ、どれどれどれ、いくいく、なんか泣いてるんだ、うわぁすげぇなんだあれ、え、あ、はぁ、あ、俺はデロン先輩と委員長、委員長泣いてるわ、ね、泣いてるね、委員長さん、お、スノードーム見た、あれ、どこ、あ、待って、でも止まれない、これはどこで止まればいい、シフト、シフト、シフト押して、そこで、あー待ちになって、え、なにこれ、レビュー、すげぇ、めっちゃいいね、すげぇ、これなんかキスブサみたいな感じでここに出てくる感じなんだ。コメント見える見えるタイプのレビュー。笑う。なんか見えるタイプのレビューなんだね。本物かこれ。え、っていうかこれ作んのめっちゃ大変じゃない？すごいね。よるみマジックよるみシアター。あ、ウッディって言うんだって。ウッディって言うの。ウッディ。せやせやせや。そうなんだ。ティーっていうの、ティーって言うんだ、ティーっていうの、ティー、え、ここ何、こっちなの、ドゥ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 、あれ逆じゃね、ん、あ、こっちで合ってるっぽいよ、おお、合ってるのか、合ってるっぽい、いや、すげえ、こう乗って、え、こっちを押す、マジでビッグさんじゃん、え、そう、マジで、うわあ、誰、ビッグさん誰、おお、すごい、そう、これね、すごいのよ、え、やばっ、取られた、はい、取られた、あー、やばいやばい、あー、ごめんごめんごめん、返せ、こっちかよ、あげる、交換、え、すごい、え、中にハートとかあるじゃん、え、やばこれなんか、どこ行ったの、海のゾーンにハートがあった、どこ行ったんだ、知らない間に顔写真撮られてるやつだよね、それね、あ、マジ、うん、階段がだから、って言ってる顔撮られてるよ、あ、ほんと、うん、そんな顔はしてないけどね、って顔って何それ、って顔だよ、そのままですよ、もちろん、これいや、カイナさん、カイナさん、友達とディズニーとか行ったことないからさ、はい、なんか楽しいわ、ちょっとこれなんでそこでディズニーの名前が出てくるの、あ、そっか、
どうしたの？なんかいやなんかさ、ごめん、遊園地とかさ久しく行ってないんだよねマジで。なるほどね。なんかすっげえ楽しいわ。あすごい、虹ランドが全体見えるここ。あここ何？え当時の上見て上。ん？バー船橋かお前。さては船橋。船橋。いやバー。なえー、すごい。マイクラやれた今すぐ。すげえ。やってんだわ。うるせえ。気づいたわ。なんか、あからさまにあってはならないものがあるな。ほんとだ。船、ベッド。何あってはな。え？フレア？え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 ？すって終わるやん。次行こうぜ、次行こうぜ。え？ちょっと、でも、もう一回やりたいな、これ。行くか。はい。どっちどっち。どっちここへ行く？なんかあのシンデレラみたいなところ。いやすげえなこれマジで。絶妙にマグマに接近しないようになってるんだろうな。えでも。どこじゃ。覚悟なき。途中で降りてみたらいいんじゃない？覚悟。うん。覚悟なき者は荷物へって書いてあったから事故もあるんだろうなきっと。念のためね。うん。多分事故率 0% じゃないと思う。押しな春。これはマイクなんだって。やってタートル。これはわーいやあみんな、僕の名前は亀三郎だよ。亀いるじゃん。亀いたわ。あおったおった。はやらせといてそれか。次行こうか。次行こうか。あパンねえわ。ほら後ろに乗りてえやつは誰だ。俺たちさ、二人で乗るから行ってな、ハル。うん、いいよ行って。よ行って。うわあ、意外とスピード出る。なんだろうなあれは。なんだろうあれは。おお、なんかいるね。あ、操作が下手です。お、すげえ。あ、マグマもあるわ。え、ふう。スピード出しちゃうもんね。いやー、炭鉱へ。テレデンテンテン。いやー楽しかったなー。あれ？ん？あ、みんな？あ、みんな？あれどこ行った？あれ？あ、みんな？どうしろ？長尾？あれ？あれ？ちょっと待って、あれ？ミュートされた？あれ？みんなどこ？あ、お前いるやんけ。ふざけんなよ、お前。楽しかった？まあ、アトラクションのおかげで楽しかった。よかったよかった。なんか、ハル君好きそうなのあるよ、ここ。え？何？どれ？トロッコになってボタン押すって書いてあるよ。いやもう完璧でしょ！もう行っちゃうもん、ほら。はい。行ってきな。行って、え？ちょっと待って。大丈夫かな？ちょっと急に不安になってきちゃった。人にボタン押される。おお！うわ、はあ。俺も行くかな。したら。せっかく。え、なんで安全であることが確認された後に行くんだ君たちは。うん、うわあ！うお！これは味わったぞ。これは同じ制作者さんなのでは？いやでも違う可能性もある。うわあ。すげえ。長尾もすごい反応してるね。あーすごいなぁ。マイクラ勉強してみたいなぁ。うちの屋敷の前にこれ作メリーゴーランドだって。サクさんが作ったメリーゴーランド。サクさん、ちょっと佐々木さんが作ったねえ、メリーゴーランド。軍道メリーゴーランドよ。まあ楽しみなさいよね。小豚たちの墓場となるのでしょうね。馬が生きてる、うん、生きてるね。馬がね、一匹ラマーいるね。商人の行商人のとりあえず行ってみたら闇を感じるんだか。地味に音流れるんだけど、イエイ。一般人感がやばい。なんか修学旅行。修学旅行。僕らマスコットキャラだったかなみたいな感じになってる。脱ぐか。あいいね、それ脱ぎたい脱ぎたい。あれなんかおしゃれだな君たち。
あ、シフトしながらクリック。なるほど。こう、こうか。なんか、キャストの人と写真撮ってもらってる一般客みたいな。すいません、写真撮ってもらってもいいですか？ありがとうございますみたいな感じになってるね。大間広告ってところから来たんです、僕たち。あ、そうなんですね。ちょっとね、サムライ。いいですか？ちょっと写真お願いしてもいいですか？すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。あ、じゃあちょっとお願いします。1枚。はい。はい、チーズ。カシャ。僕らもこれしなきゃ。これか。あ、そこへどうなんだっけ、シフトか。上向きな。向いた。はい。オッケー。はーい。ありがとうございます。本当。あ、え、どうします ？LINE とかで送りますか？あ、え、え、え、LINE でいいんですか？交換するわけないでしょ？はい、はい、ということで、はい、楽しかった。ありがとうね、ま、長尾くん。次は何する？次マイクラ3人でやるとしたら何がしたい？とりあえず共同生活地建築、ね、うん、拠点を作ろう。長尾の事務所作ろう。事務所、あ、いいね。この前なんかファンアートであったやつ、あれめっちゃ良かったね。階段も屋敷建てようっと。一生現実じゃない。僕も自分の宿舎の絵描いてほしい、みんなに。それそのまま作るか、みんなで。